ステージ。なんかね、ステージ作ったあれ。お兄ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。12月3日、紀勢本線全線の運転が再開されました。それではこれより元気です和歌山紀勢本線全線運転再開記念式典を始めさせていただきます。はじめに本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様をご紹介させていただきます。お名前をお呼びいたしますのでご起立をお願いいたします。衆議院議員二階俊博様です。衆議院議員玉木君吉様です。和歌山県知事仁坂義信様です。国土交通省近畿運輸局企画観光部長森博之様です。熊野早玉大社宮司上野明様です。熊野那智大社